岡田監督、さよなら勝ちもまさかの謝罪。日本シリーズ第4戦はお互い譲らない激戦を繰り広げた。4番大山雄介内野手のサヨナラ打で、球団としては20年ぶりとなるサヨナラ勝ちを収めた阪神岡田彰布監督。2勝2敗のタイとし、第一声でありがとうございます、遅くまですいませんでした、もう少しすんなりと早く終わらないといけないんですけど、これがシリーズかな、前の2人が敬遠されて4番が決めてくれたと謝罪した。これにはスタンドのファンも大爆笑だ。苦しいゲームだった。終盤まで2点リードで逃げ切り体勢に入ったが、7回に佐藤の失策からピンチを広げて同点に追いつかれた。それでも3対3の9回、ワンアウトから近本が四球で出塁すると、2個のバッテリーエラーで3塁へ進んだ。ここから連続申告敬遠で満塁となり、大山がフルカウントからレフト前へサヨナラ打を放った。8回にはワンアウトに3塁のピンチをしのぎ、リリーフ陣がね、島本と湯浅にかけましたね。誰も湯浅と言わなかったけど、湯浅は6月以来ですかね。ぶっつけ本番で湯浅にかけるしかない。湯浅にかけると、ファンの人の声援で、ガラッとムードが変わると思ったと明かした。先発の才木は、なんとか5回を1点に抑えてくれたので、役割を果たしたと思いますねと称えた。先生だの森下には、怒らないといけないですね。怒ると発奮しますねと、ご満悦だった。日本シリーズで岡田監督は、甲子園初勝利となり、すごい声援をもらって、選手も奮い立ってるんで。明日で甲子園は終わりになるんですけど、明日は全員で絶対に勝ちたいと力を込めた。ええやん、面白くなってきた。湯浅大爆地。俺も爆笑したわ。あとは、佐藤をどうするかだね。明日はサード小野寺や。すんなり早く終わらないといけないか。舐めてんな。どちらのファンでもないが、阪神寄りの解説には不快に感じました。過去側の人、変えられへんね。バイ、福本さん。岡田監督どんだけ森下好きやねん。なんてクソ面白い日本シリーズなんだ。第7戦まで行きそう。盛り上がるね。両監督とも作詞やのう。楽しませてもらってます。確かに、テレビでもわかるくらい、湯浅で空気変わった。流れ的に明日勝った方が日本一なりそうやね。本当に野球の試合時間は長い、岡田監督のこの一言には救われる。3勝3敗まで行けば、阪神は恐怖の西流から阪神にとっては、晩秋初頭の階段やな、大子は。三笘の1ミリ、湯浅の1球。